イラク草おじさん韓国相手に。衝撃オーバーヘッド弾炸裂。グループ B の韓国 VS イラク、草を食べていたことで記憶にも新しい、イラクのアイメン・フセインさん、先月に、大動脈解離で緊急搬送されて心配されていたが、韓国相手に衝撃のオーバーヘッドを決めていた。右サイド味方からのクロスに。草おじさん待ち構えるが、少しボールが高い。草おじさん、まう。韓国のゴールネットに吸い込まれる。このオーバーヘッドを見た、ネット民たちの反応がこちら。草おじさんすげえ、選手生命に関わる病気してたのに、オーバーヘッド決めとるやん。これには、ソンも絶句中。フセイン、東アジアキラーで草。フセイン、マジで上手すぎて草。フセインが活躍してるのは、嬉しいな。オーバーヘッドシュートも素晴らしいけど、その前のドリブルと組み立ての、レベルが高い。草を食べなかった、フセインは強い。フセインは本物のストライカー、アジア最高クラス。オーバーヘッド決めてるの草、この草おじさん、決定力半端ないわ。韓国の、ホームゲームだったことを考慮すると、イラクは本当によくやったよ。フセイン、Jリーグ来たら、無双するだろうな。